こんにちは。これから数日間はパリに行きまして、ジャパンエキスポパリ2030に参加いたします。その報告を毎日動画配信いたしますので、ぜひご覧ください。わびさび館の中のブースとステージでパフォーマンスを行います。このメンバーは6月に行われた氏神一番さんのジャパネスクルーという和文化ステージの参加メンバーのうちの水墨画の明花とクリスタルボールのミラさんです。前日はホテルアイマーレ羽田という川崎にある羽田からほど近い3960円のホテルに泊まりました。朝早いので初めてアプリタクシーを使って参加いたしました。パルマではだいたい14時間、時間の差は8時間だそうです。エールフランスの直行便を使います。ミラさんは水晶でできた繊細な楽器クリスタルボールを手荷物で持っていきます。私は額や紙、丸めた大きな紙なども持っていくので、かなり荷物がいっぱいになってしまっております。今回猫アート展参加の希望者有志の皆さんの猫作品も持っていきまして、ミニ猫アート展をジャパンエキスポ内で開催いたします。離陸します。私はディズニー映画を6本、日本の映画を2本見て楽しく過ごしました。到着いたしました。の受け取りです。団体旅行なのでいろいろと助かってます。荷物も2つ預けることができました。ボンジュールです。お店が結構早く閉まるそうです。今のうちにコンビニに弁当を買いに行くといいですよという指示が出ました。こちらが空港内のコンビニです。いろいろな種類の食べ物があります。食べ物以外はあんまりありませんでした。3台のバスに分かれてホテルに向かいます。空港のそばでは牛が寝ているところもあったんですけれど、それから壁という壁にアートな落書きがたくさんありました。パリの市内に近づきますと綺麗な建物も多くなりまして、レストランが見えますとお店の前に椅子テーブルを並べてたくさんの人がお食事している様子なども見ることができました。パリの暴動が日本ではニュースになっておりましたが、パリに住んでらっしゃいます添乗員の方のお話ではほんの一部で郊外の方であり、多くの人は暴動を見たことがないそうで心配しないで大丈夫だそうです。それよりもスリに気をつけてくださいという話をたくさんしてくださいました。相当泥棒が多いそうです。人が多くなると出稼ぎに来るスリもいるそうです。一番狙われやすいのがウエストポーチだそうです。もうじきホテルです。
到着しました。しばらくお世話になるのはエバーグリーンローラルホテルです。とても大きいホテルです。地下鉄から1分、近くにスーパーもあるそうです。ホテル前には花や植物がたくさんありまして、犬を連れて来られているお客さんもいらっしゃいました。サンキュー。バスから荷物を下ろしてもらっています。この辺りは高級住宅街だそうです。荷物を運んだらロビーで集合です。大きなボードが3つ用意されております。これに次の日の予定などが書き込まれているそうです。現地在住の旅行会社の方がいろいろと説明してくださいました。二人用のお部屋です。クラシックな家具もあり、ゆったりしております。窓の景色はどうでしょうか。夜食です。先ほど買いましたヨーロッパっぽいパスタ、揚げパン、中はジャムです。味噌汁とチェリー味のコーラです。あとフランスワインも隠し持っております。変わった取り合わせで失礼いたします。明日に備えて準備をして、私は夜更かしして動画を作っております。よかったらチャンネル登録で引き続きお楽しみください。